どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回の曲はイーヤングマンでございます。西城秀樹さんのあのイーヤングマンやります。この曲はですね、1979年リリースなんですけど、もともとはですね、ビレッジピープルというアメリカのバンドの曲らしいということが今知りましたけれどもですね、イーヤングマンってやつです。 YMCA、いやこれはもう間違いないでしょう。ある世代以上の人はこれテンション上がるやつだと思いますんでね。はい、これをいつものように2バージョンでやりたいと思います。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にしたガズレレ流簡単バージョン、後半のかっこいいバージョンっていうのはこれ結構かっこいいですよ。この曲はね結構面白いと思います。いろんな弾き方でかっこいいあの YMCA をやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ思い出の曲、憧れの曲、いつかは自分のものにしてみたい音楽を自分で弾きながら歌う弾き語り、これがもう最高に楽しいんですよ。でもですね、ピアノとかギターはなかなか難しい。ウクレレだったらすぐできますよ。はい、楽器が苦手だとか音楽は私はちょっと才能ないというそこのあなたみたいな方にこのウクレレがあってですね、助けてくれるんですよ。弦は4本しかないんで、もうね押さえるところも簡単だし、ちっちゃいからどこでも触ってられます。しかも楽しいですからね。ぜひ始めてください。この辺にもうちょっとしたらリンクはありますけど、そのリンク先の初心者レッスンのここというところをクリックしていただいて、数字の1から順番に動画を見ていくと、あれ私今弾けちゃったってなりますからね。じゃあリンク先行ってください。初心者レッスンここをクリックいってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレ超絶簡単レッスン動画になってアップロードされております。なんすったってわかりやすいんですよ。これが楽しいですよ。あらゆるジャンルですからね。夏メロから昭和歌謡曲から演歌から最新 J-POP から洋楽からハワイアンからアニメソングから、まあ、いろいろあります。はい、ぜひ音楽始めよう。音楽はね、聞くだけよりやる方が楽しいですからね。これ面白いんでぜひ挑戦してみてください。シンプル簡単バージョンの方のイントロのメロディーあるじゃないですか、あのデーってデーってやつ、あれはこれを使います。ガズのガズー、これ本当はカズーっていう楽器なんですけど、私がガズなんでガズーっていう、これ呼んでるんですけど、これは笛みたいなもんなんですけどね、空気を吹き入れるだけだと音出ない。ね。これ音出ないでしょ。これ、うーとか、あーとか言うんですよ。声で響かせる。これ世界で一番簡単な楽器。これとウクレレのアンサンブルでイントロやってみようと思います。さあ、早速行きましょう。イヤングマン。YMCA シンプル簡単バージョンの方からやってみます。飛び出そうぜ、ヤングマン。もう悩むことはないんだから、ヤングマン。ほら見えるだろう、ヤングマン。君の行く先に、ヤングマン。楽しめることがあるんだから。素晴らしい。YMCA でん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 で YMCA 憂鬱など吹き飛ばして君も元気出せよ。そうさ YMCA でん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  YMCA 若いうちはやりたいこと何でもできるのさ。はい、シンプル簡単バージョンガズレレ流ショートカットバージョンでやってみました。今のパターンを繰り返すっていうのが、曲のパターンですので、2番とやりたい方は自分で歌詞を、書いていって足していってください。その時の参考になるように、ノートを見せますけれども、テロップと一緒に動画と一緒にセッションするのもいいんですけど、ノートに書いて自分でやってみるのこれおすすめです。じゃあまずノートを見ていただきます。はい、今やったこっちイントロね、今 G7 でメロディーを吹いたっていうのが簡単版でやったんですけど、後半のかっこいいバージョンであのメロディーも弾きますんでね、これが面白いです。後で解説します。じゃあここから歌の、コード進行ですけど、まあシンプルですよ。とってもシンプル。で、ガズレレのあの楽譜の特徴は、下に書いてあるやつはこれからやるかっこいいバージョンで、やるやつなんで、今のは全部上の段をやったということですからね。はい。じゃあメモってください。一時停止でどうぞ。見えるかな？こんな感じか。こっちの方がいいか。
はい、はい、この辺ちょっとごちゃごちゃ書いてある、後で解説しますかね。でこっからサビですね、この4行 OK ですか。はい、でここ見てください、かっこいいバージョンでちょっと長めにして YMCA のこのコール&レスポンスをやってからまたサビに戻ってちょっとロングバージョンになりますということです。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。はい、 C A minor F D minor G7、 ここまでが今やったシンプルバージョンかな。まあ、でまあ、ついでに追加しちゃいましょうか。 A7 っていうのと G7 サスポっていうのがあるけど、これ後でちょっと解説しますけど、まあ一応この辺のコードはですね、ガゼレレの中でも毎度おなじみの、はい、こちら、ガズレレ必須コードというコードのグループのメンバーです。メンバーオブチームですね。です。このガズレレ必須コードっていうのはですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube で最低限一番最初に覚えてほしい8個のコードのグループなんです。これ入門コードですけれども。この8個を分かっていると、今ご覧になっている YouTube、ガズレレのね、一緒にほとんどセッションできますから。いいですか。コードっていうのは星の数ほどあって全部覚えようと思ったらもう大変だし覚えられないんで、まずは最優先で8個覚えてよ。以前この8個のコードを私がめちゃくちゃわかりやすく面白く解説している動画をここに貼っておきます。ここのリンクはね、もう見に行ってください。そしたらもういろいろ宇宙が広がりますからね、最高ですよ。はい、でじゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。はい、その中でもこの A7 っていうのはまあ1個なんでこれ楽なんですけど、この今日これをちょっと注目してください。 G7 サスポーですね。これ G7 と G7 サスポーってよく行ったり来たりする関係で出てくるんですけど、今回はちょっとね、決めで使うんでちょっと見ておいてください。まず、G7 っていうコードを言っておきましょうか。こことこことここが、これが G7 でしょ。これに、この形のまんま、この小指見といてください。ここを足したら G7 です。要はこういうことですね。押さえる場所だけ言うと、ここと、こことここということになります。こんな感じ。小指がいいかな。はい。はい、これが G7 サスポー。これだけ聞くとなんかちょっと中途半端な感じするけど、ちょっとね、こんな感じです。でって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 、いやまあここで弾きたいなんで、この G7 サスポーは今日はちょっとキーポイントになるコードです。はい、じゃああとリズムなんですけど、これは迷うところですけど、まず最初で皆さん8ビートのチャとか8ビートでやることをお勧めします。そうするとこうなります。ヤンマンさあ立ち上がれよヤンマン、これはノリノリな8ビート。まずこれで前編やってみてください。これでかっこいいバージョン、やろうかなって思ったんですけど、いろいろ YouTube でその音源を聞いてみるとね、こういうリズムなんですよ。ヤングマン、じゃあ、立ち上がれよ、ヤングマン、チャス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 。これはスカビートなんですよね。スカっていうか、まあ、ディスコなんですけど、どっち、タッチ、どっち、タッチ、あの、70年代の独特のね、これ平たいディスコビート、この踊れるやつですよね。それを再現してみようかなと思って、要は、レゲエビートっていうところでガズレレでは言ってんですけど、レゲエが速くなったスカというようなイメージで、チャッ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 、このやり方はですね、8ビートのチャのチャっていうのと、それを戻す。これを繰り返します。チャッパー、チャッパー、チャッパー、チャッパー。はい。これがですね、まあ、ここにも書いたんですけど、スカビート。ね、スカビートの、カッティングっていうのは途中でまあ解説しますけれども、スチャスチャスチャが繰り返す、はい、このスカビートレゲエビートっていうのを、でやってみようと思います。でその弾き方なんですけど、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中からレゲエビートのところでちょっとやり方紹介してますけど、8ビートのチャの方でチャのやり方を習っても早いかもしれません。なるべく早くならないようにこうテンポを均一にするのが、キーポイントになると思います。これをやってみ、この弾き方で前編やってみます。で、今回はいろいろあります。じゃあ、どんどん上から行きましょう。まず、さっきも言ったんですけど、イントロダクションなんですけれども、このイントロのね、これ見てください。数字が書いてある。こっちはかっこいい版なんですけど、1弦の、750、750、7750かける2って書いてある。はい。これね、どういうことか、やってみましょう。まず1弦の7から始まります。いいですか。1弦ってこの一番下の弦ですからね。ここの7フレット、これ5、7ってボタンがついてる、マークがついてるんだよ。これをやりたい。メロディーだけで言うと750750750です。これをなんとかして組み込んでいきます。だから右手は相当速い16ビートになります。こんな感じ。こ
これなんとか再現したいです。これこのメロディー弾くのもいいし、さっきみたいに G 水分押さえといてでもいいし、どっちでもいいと思うんですけれどね。まあ一個面白みで早いです。これ10のところめちゃくちゃ早い。この辺もちょっと面白くやってください。その後にさっき出てきた G7 サスポーでヤングマンという風に畳みかけます。イントロかっこいいでしょ。で、どんどんいきます。ここです。ヤングマンもう悩むことはここですね。ないんだから、はこれ G7 と F を繰り返して言葉に合わせますね。これ8ビートのリズムになります。ここちょっと見ておいてくださいね。ヤングマンもう悩む、ここですよ。ないんだから、 G7F ダウンダアップで G7 アップでダウンダ、口で言うと分かりやすい。ないんだから、ちょうど言葉に合ってる。 G7F これもポイント。アップでコードを変えます。まあ、言い方からとシンコペーションのリズムなんですけど、あんまり意識せずにこの言葉と同じだぞっていうところがポイントになると思います。あとですね、ここの2回目のところもこれ同じの出てきますけれども、その後の、ここですね、ちょっとワンブロック足されて、G7 サス4で決めってなってますけど、ここちょっとやってみましょうか。ヤングマン頼んでることがあるんだから。カッティング。素晴らしい YMC ってなります。はい、じゃ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 、ストップをかけながらカッティングですね。あ、そのカッティングっつうのもさっきのリズムのいろいろのところでやり方分かってる。左手でこう音を止めるんですよね。パッパッパッと、こっちでこう音を止める。ほら、左手で止めてるでしょ。これをカッティングと言います。こういうのもちょっと多用してますんでね。で、その後がね、今日一番みんなきっとやりたいやつだと思います。ここです。サビのここの YMCA、 ここ見て、ここをよく見てください。一弦の、一弦の77、一弦のここ7755、775533って書いてある。わかる？ここ。YMCA7755332 です。一弦ですよ。ちょっとやってみますよ。ワン、素晴らしい。YMCA。わかった？これ入れたい。 YMCA7755332YMCA、 こうなります。ここがかっこいいんだよな。で、次、憂鬱などのところもちゃんと仕掛けておきました。はい、憂鬱などのところはここです。 Dm から A7 に行って F、 だんだん降りてくる感じを表現してますんで、さっきの簡単バージョンとはちょっと違います。ちょっとやってみましょう。そのサビからでいってみます。素晴らしい YMCA7755332YMCA。 次です。あんなら D マイナーから A7F 行って、君も元気出す。わかった？ D マイナー A7F でだんだんって降りていくのを表現してます。ここら辺がかっこいいところかなってことです。はい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 、盛り上がってきました。で、かっこいいバージョンで途中 YMM とか、こう、コール&レスポンスも、パートも入れてますんで、ご注目ください。一回今、サビが終わった後。サビが終わった後の、サビの終わりからその、コール&レスポンスに行く途中のところに、G7 サス4の決めが入るんですよ。そこだけちょっと細かく見とこうかな。YMCA、若いうちは、やりたいことを、ここです。なんでもできるのさ、たたた。決めが、なんでもできるのさ、たた。さあのところからタンパ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 ンって5回カットする。それで YM に入っています。ここちょっと動画の中でも、確認してみてください。とにかくこれはディスコっぽくつっちゃ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 、まあなんかね、つっちゃつっちゃって、わかんないけどこんなやつですよ、こんなやつ。はい、そんなノリで本当はこれ踊りたいけどね、踊ってウクレレ弾けないんで、はい、踊りの担当の人に任せといて、我々はこう歌で、歌と演奏で参加しましょう。はい、はい、かっこいいバージョンやってみます。 1,2,3,4ヤングマン、さあ立ちかかるよヤングマン、今飛び出そう。
晴らしい YMCA YMCA 憂鬱など吹き飛ばせ君も元気出せよそうさ YMCA YMCA 若いうちはやりたいこと何でもできるのさかっこいいバージョンやってみました。ヤングマン、これは踊りたくなるような曲ですけれどもですね、このスッチャスッチャでやるとまたこうディスコっぽさが出るかなと思って、でさっきも言ったんですけど、基本的にこれ8ビートでやってもかっこいいですからね。ヤングマンさあ立ち上がる、これノリノリバージョンもいいです。2人で違う弾き方したらアンサンブルになりますから、こういうのも楽しんでいただければと思います。はい、もうこれみんなでやるときっと盛り上がるね。音楽はね、やっぱやるのがいいですよ。はい、皆さんも楽しんでください。それではご案内です。はい、ガズレレホームページどうもご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたらいろんな情報盛りだくさん。はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。でガズさんですね、いろんなイベントやっております。で最新情報からここにバーッと書いておきますけど、博多広島 と、福岡行きますからね、2月はお待ちそのあたりの方も大集合してください。ウクレレ持ってきてよ、ウクレレ持ってきて一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎、私がいるから安心してください。楽しいですよ。でいろんないい話もするし、皆さんの質問にも答えるし、とにかく楽しい。でこういうイベントどんどんさっきの下に続いていくんですけど、三重とかねそっちの方に行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後2019年9月1日にドーン日比谷の野音ガズレレ決定しております。この辺の詳細もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っておいてください。野音でガズレレですよ、これやばいことになりますからね。はい、それでですね、はい、こちらドーンガズさんね CD も出してます。 CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD、 もう1枚はその作品の質の CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、 CD はね、YouTube でも全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですから、今流れてる BGM もその CD から出るんです。コードは4つ書いて作れてできちゃうってやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレのスピリット、私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構すさまじいんですよ。その中で楽しみを拾ったぞっていうのはこの本で、はい、こっちはリットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃ分かりやすい。はい、こっちはガズレレ歌本シリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというとめちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもう YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。あー、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう、楽しくやろうぜ。バイバイ、また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さよなら、音楽楽しみましょう。バイバーイ、チャオ。